有栖川の宮たる人新能明治28年1月15日は、江戸時代後期明治時代の日本の皇族、政治家、軍人。号ははじめ、大山。後に、霞堂、階級、君頭。有栖川の宮高人親王の第一王子で、幼名は、寛宮。聖母は、家女房の佐伯優子。官職は、任命順に、太宰卒、国事御用係、政府総裁。 東西大総督、兵部卿、福岡藩知事、元老院議官、鹿児島県逆都政党総督、左大臣、陸軍参謀本部長、参謀総長、神宮採取、和宮親子内親王と婚約していたことで知られる。だが和宮との婚約は徳川幕府の権力失墜に伴い交部合体を余儀なくされた、幕府が交部合体を国内外に固辞するための実績として、 和宮は降下し、徳川将軍第十四代、徳川家持と結婚した、旧水戸藩主、徳川成明の娘で、徳川義信の妹の徳川貞子を、明治維新後に、最初の日として迎える。貞子は、今月の2年後、樽人新郎の福岡不妊中に23歳で、病没。明治六年七月に、旧越後柴田藩主、溝野口直弘の七女。 信子と再婚した。明治維新後は、陸軍軍人として、明治天皇を支え、王政復古による、天皇中心の明治政府樹立において、政務を統括する最高官職である三職の、総裁を務めた。明治28年に61歳で皇居。アリス川の宮は後を継いだ、異母帝のアリス川の宮武人親王の代で、断絶した。天保六年二月十九日、樽人親王は、 京都御所北東の有栖川の宮邸内において、高人親王の第一子として誕生した。聖母の佐伯祐子は通称を、かなと言い,い、京都若宮八万宮宮寺、笹友情の娘であった。実はこの時、父である、高人親王はまだ正室の二条広子と結婚する、樽人親王の絵名は、当時の風習により、出世稲荷神社の境内に埋め、その上には、松の木が植えられた。 お七夜の儀に際し、関宮の幼命を授けられる。海江元年10月18日、樽人新王はすでに崩御していた、任公天皇の勇士となる。翌海江2年2月14日、孔明天皇より、樽人の意味名を賜り、2日後の2月16日に、新王宣言を受けた。この年の3月15日、樽人新王は、この枝田広の果敢により厳服し、多在卒に任命。 翌日には三品に除せられた。以後、慶応三年に新政府の総裁職に任命されるまで、タルヒ人新王は、そちの宮と呼ばれた。したがって、幕末関連の文書で、そちの宮様、そちの宮見方などと書かれているのはすべて、タルヒ人新王のことを指す。青年期のタルヒ人新王安政5年3月12日、対外条約の直挙を求めて上落した、老中。 堀田正俊に対し、これに反対する苦行、天上人が猛抗議を加える事件が起こったが、翌13日には、タルヒトも単独で外交拒絶、条約批准不可の憲白書を朝廷に提出した。この憲白書の一件に加え、王場である、幸子女王が、毛利人志望の性質であったことなどから、タルヒトは、明治新政府の成立に至るまで、 国家社会において三条耳と並ぶ長州形状位派の旧戦法として認識されていた。樽人親王は開営4年、17歳の時に、公明天皇の妹、和宮親子内親王と婚約したが、安政7年、大老、井伊直介や関白、九条久田田らの運動により、いわゆる後部合体策の一環として和宮は、将軍、徳川家持と結婚させることになった。 同年8月22日、九条久忠が自らアリス川の宮邸に出向いて、父、高人親王と面談。この時の詳しい会談内容は不明だが、翌23日には宮家から婚約の猶予願いが、受け転送宛に提出され、これが事実上の婚約事態願いとして受理された。この和宮との婚約解消は明治以降、 小説や講談など、大小の脚色がなされて、庶民の間に、秘伝のストーリーとしてル布フし、数々の伝説を生み出すことになる。金門の変の2ヶ月前である、源氏元年5月9日、樽人親王は父、高人親王と共に、国事御用係に任命されて調整に参画し、親長州の立場から、松平片森や中川の宮朝彦親王らの、 一へそ政権首脳部と対立した。しかしこの頃、長州藩を中心とする、上位思想を剣をする、孔明天皇は、たる人新能能や、長州的な言動に不快感と警戒心を示す、内容の書簡を、関白、二条、成行や朝彦新能らに送っている。また、前述の通り元来、長州盲と市へと遠赤で、自他共に認める、尊能上位論者だった。 タルヒト新納は、有力な長州親派として、一江総政権から警戒されていた。金門の変の発生前夜、タルヒト新納は自邸に投げ込まれたとされる、長州藩士の片森追悼決起文を持参して、高人新王と急遽参大し、一江総政権首脳部や一江総派の皇族、公家が、不在のまま、中山忠康や大木町三条佐根なるらと共に、宮中で、 終戦工作を図り、公明天皇に松平片盛の落外追放を迫った。しかし、危険を察した、公明天皇が二条関白や朝彦神皇、一橋義信などに三代を命じたことで、形勢は一変する。公明天皇の意を受けた、義信の猛烈な公弁や二条関白の松平、片盛追放拒否など、一位相派の激しい抵抗に遭う間に、長州兵と、 御所守備所判兵との間で戦闘が始まり、長州判兵討伐の勅命が下ったことから、長州の復権をもくろんだ、たるン新ーらのクーデター計画は、失敗に終わった。これら一連の動きにより、アリス川の宮府氏は、長州軍敗退後直ちに一江総政権から、球団を受けた。家臣の一部は、長州藩主と内通していた容疑で、京都庁部行書に逮捕、交流され、 たるひと新郎自身も二条関白や公明天皇の怒りを買い、高人新郎と共に、国事御用係を解任の上謹慎、執況を申し渡された。途中、朝彦新郎や大木町三条佐根なるらが、公明天皇に、高人、たるひ両新郎の,の斜面嘆願を上奏したが、天皇はその直感を解かぬまま放行した。両親王が、謹慎生活で外部との接触を断たれている間、 長州政党、薩長同盟の成立、将軍、徳川家持の死去と、一橋義信の徳川宗家相続と、将軍就職、孔明天皇の崩御など情勢は大きく変化した。慶応3年1月に、明治天皇が戦争すると、高人親皇、樽人親皇父子は許されて、禁慎を解かれた。当主である父、高人新皇は謹慎解除後は清掃を嫌い政治。 活動から距離を置いたが、明治天皇の新任や長州等からの人望が厚い、樽ルヒ新郎は王政復古のクーデター計画も、西郷隆盛や品川矢次郎から事前に知らされる。このクーデターの成功により、新政府が樹立され総裁、議定、参与の三職が新たに設けられると、樽ルヒ新郎は、その最高職である総裁に就任する。明けて慶応4年。 薩長の度重なる挑発に対し、旧幕府軍はついに先端を開き、ここに母親戦争が勃発する。この時、タルヒト新郎は自ら東西大総督の職を志願し、直居を得た。西郷高森らに補佐され、新政府軍は東海道を下っていくが、この道中の早い段階で、タルヒト新郎は、強順を条件に、吉信を除名する方針を内々に固めていた。 3月6日、駿府城において、東海道先方総督の橋本彩矢や,や、大総督不可参謀の西郷隆盛らを集めて、表向きには、江戸城攻撃の日取りを3月15日と定める。一方、同時に、記事として、吉信の謝罪方法や、江戸城の明け渡し、城内兵器の処分、爆心の処断などの方法について、方針を発表している。またなのかと日には、 江戸から、統制中止の要請と義信の除名嘆願のために、訪れた、林王寺宮高原入道親王と会見し、高原入道親王に義信の教順の意思を問うている。幸い、樽人親王の進軍をした、東海道ルートにおいて、新政府軍は一度も、旧幕府勢力の武力抵抗に遭遇することなく、江戸に到達し、4月11日江戸城は、無欠のうちに開城される。 この日、吉信は、市一党を免じられた代わりとして謹慎するため水戸へ立った。江戸到着後間もなく大上官制度が発足して3、職は廃され、たるひと新郎の総裁職は解かれた。元老院議官の集合写真、アリス川の宮たる人新郎から、白愛者設立の許可を受ける佐野城民明治3年、兵部教に就任。明治4年から、福岡藩知事を務め、 ブレーン役の河田昭夫と共に、眼殺事件の余波で混乱する福岡をよく自閉した。明治9年に、元老院議長に就任。明治10年の西南戦争では、鹿児島県逆都政党総督に就任し、統政に際して、共に新政府軍を指揮した、西郷隆盛と敵将として退治する皮肉な立場に立った。西南戦争における功により、 同年10月10日に流星に次いで、史上二人目の陸軍大将に任命され、11月2日には大空域課題受賞を受賞した。西南戦争の最中、佐野城民や小牛久氏から、白愛者設立の権威を受けるが、官軍のみならず逆途である、薩摩軍をも救護するその精神を、たる人親王は、貸し、中央に図ることなく、これを認可した。 当時の熊本の宿舎であった熊本洋学校教師館ジェーンズ邸は日本赤十字の発祥の記念地ともなっている熊本洋学校教師館ジェーンズ邸を参照また自由民権運動にも興味を示し河野戸間の案内で応名者の演説会を傍聴したその後樽人新郎は時の皇族の第一人者として明治天皇から絶大な信任を受けた明治十五年には ロシア帝国の旧首都モスクワで行われたアレクサンドル三世の即位式に天皇の名代として出席し、キロには欧州諸国とアメリカ合衆国を歴訪した。明治27年に勃発した日清戦争において、タルヒト新皇は参謀総長として広島大本営に下るが、この地でョーチフスを発症し、兵庫県赤市タルミ村舞子の アリスガーの宮前小別邸にて西洋に入る。症状は一旦警戒したものの翌明治28年に入って再び悪化し、池田健査やエルビンホンベルツらによる治療も虚しく1月14日にはついに帰篤に陥る。その知らせを受けた明治天皇はこの日、タルヒト新皇への大君に喫下症軽食需要を決定した翌1月15日。 マイコ別邸にて61歳で皇居。さらに、翌16日には、皇二級禁止勲章が授与されたが、公式発表における皇居の日付は、実際には、遺体が東京に帰着した日である24日と発表された。たる日と新皇の葬儀は、国葬となり、豊島岡墓地に埋葬された。明治5年までの日付は旧暦。新皇は、貞子。 のぶどちらの人の間にも王子女に恵まれなかったため、慣例に従うなら、別の宮家を創設するか、親戚降下するはずであった、伊母帝の武人親王を、自身の後継者とすることが、明治11年に、明治天皇から許されていた。これにより、樽人親王の皇后は武人親王が、有栖川の宮を相続したが、武人親王の唯一の男子であった。 種人王が父より先に皇居してからは、皇子がなく、アリス川の宮は断絶した。1883年開通した金が坂水道に、残るアリス川の宮たるヒト新納の記号、ことせ堂。現在は廃堂になっているが、見学できる。アリス川の宮記念公園内のたるヒト新納像、たるヒト新納の死去後、1901年に、陸軍省から、銅像建設の届出が出されている。 これは、大山岩を、山形有友、西郷嗣道などが、新能の銅像を混流することを提唱し、陸海軍人や一般から資金を募り、東京、三宅坂の陸地測量部長者の正門前に、喫花症形色を廃用した新能の騎馬像が、混流するものであった。なお、この時奇跡の大岩が、最大のもので一つ二十五トンもあり、当時の貨車では重すぎて運べないため、 特注で作った頑丈な大枠と蒸気機関車の淡水車用のボギー台車2つを組み合わせた非常に短い長物車のような形状をした専用の貨車を作ることとなり、こちらの届けでも明治34年に提出されている。1903年に像は完成し、除幕式には、非、信子や武人親王夫妻、提唱者の元老たちに加え、因縁の深かった。 徳川義信も列席して祝辞を述べている。この像は太平洋戦争の金属回収からもタルヒト新納が皇族であることもあって見逃されたが首都高速都心環状線建設など周辺の都市計画のため昭和37年に東京都港区の有栖川の宮記念公園へ移設されている。昭和4年8月高松の宮によってタルヒト新納院府が編集。 観光されている。天国家の中村水竹、細川林祭、羽倉家庭、中井慶書等の印が93か収録されている。三条耳、理道院譜、大谷交渉、水木仁院譜、つばめ猿堂院譜などとともに、明治時代の保守派の代表的な院譜である。ありがとうございます。